こんにちは、萌えでございます。本日はですね、ツイッターのフォロワーさんに協力してもらって、新しく重心化されたね、あのゴースト4体使って闇の時の間に挑みたいと思います。生ハムさん、ゴンさん、サスニャンさんですねに手伝っていただきます。ありがとうございます。それでは行ってきます。今回ワクワクの実が2個つけられるようになったんですが、そのワクワクのつける仕様がちょっと問題ありなのかな、どうなのかはちょっと微妙なんですけど、みんなかなりですね、つけ間違えてるというような、なんていうんですかね、すごい難しいかどうかわかんないですけど、まあ、とりあえずゴースト4体使うと画面が真っ黄になるんで見てみましょう。こんな感じになります。真っ黄ってなりますんでね、まあ、強いかどうかは別としてワンウェイじゃないんで、なんか花火みたいなレーザーなんでね。で、なんかワクワクの選択画面でなんかちょっと仕様がおかしいらしく、2個選択しないと2個つかないらしいですね。新しくつけたいのを選択しただけだと前ついてたやつ消えるみたいですね。なのでちゃんと2個選択してこれとこれってやって OK しないと前回までついていたワクワクが消えるみたいです。で、ツイッター上でですね、ギコちゃんがちょっと騒いでたんですけど、ギコちゃん1個選択して決定をしちゃって、新しくつけるやつを1個選択して決定してしまったらしく、同族過激の特急 L を捨ててしまうっていう事件がツイッター上でありました。あれは痛いね。同族過激は痛いですよね。ちょっとギコちゃんやらかしちゃったらしいんですけど、こんなの聞いてねーみたいな感じになってましたけど、はい。いや、おしゃれだな、レーザーが。はい、で、今後のモンストの行く末についてみたいな感じでちょっとお話ししたいなと思ったんですけど、このワクワクが重心化によって2個つけられることによって、おそらく今後ワクワクをつけてステータスを上げていないとクリアできないみたいなクエストがバランス的に多分来るはずなんですね、おそらく。まあ、ワクワクがついてなくてもギリギリクリアできるよみたいな、なんで身落ちないんだよワクワクがついていなくてもクリアできますよって状態ではあるけども、ワクワクをつけるとすごく楽になるよみたいなクエストの調整が多分来るんではないかなと、計算してみますとですね、ゴッドストライク多数、この新しい重心化されたゴーストなんですけど、 HP がものすごい高いんですね。素の HP で 27,900 ぐらい、 28,000 近くあるんですけど、じゃあそれをワクワク特急 L で全部重複させるとですね、5000プラス 5000×4 上がるんですね。激襲戦型同族は全て重複するので1体につき5000上がるってことなんですよ。5000上がるってことは2万上がるんですよ。2万上がるってことはゴスト4体で全て特 L で加盟で揃えた場合 HP は13万超えるんですね。今までじゃあ13万超えられるキャラっていたのみたいな感じになってきたり、まあ、卑弥呼が近い数字を出せるんではないかと。卑弥呼の方が HP 高いかな。まあ、一番高いのは一応降臨でベヒモスっていうのがいるんだけど、まあ、ほぼ忘れ去られてるようなキャラですね。とかはいますけど、まあ、実質ゴストが一番高い HP であろうと思われます。で、そうなった時に HP13 万って今まで10万いってすげえみたいな感じだったのに、13万っていう数字が実装されるとかってなってしまいますと、おそらくゲームバランスがちょっとだけ崩れるような状況下が生まれるのではないかなと。まあ、それを多分徐々に行っていくことでうまいことその調整はすると思うんですけども、今後多分そういうようなことになると思います。ワクワクが2個つけられるってことはフレンドワークも含めて合計8個最高までつけられるってことですよね。ってことは多分ステータスだとか友情だとかも素の数字っていうのは結構当てにならないような状況になると思うんですよね。そうした場合、そのワクワク源泉がかなり済んでいる、もしくはそういうパーティー編成で、待って SS 打とう。今現在16ターンの SS ですね。16ターンの SS 打っています。16ターンでの SS、 なんか知らない間にサクサク終わってくな。16ターン SS で150万くらいますね。次のターンだともっとダメージが伸びるのかな、おそらく。ちょっとそれが打てるかどうかはわからないですけど、はい、っていうような SS のあれが調整が入ってきますね。 SS じゃないね、ごめん、全然違った。ステータスのバランスが今崩れてる、で崩れることになるって。そうなってくると多分運枠、要は運極
にできるような氷モンスターって今ワクワク実装されてないじゃないですか。それもされてくるか、あの旧超絶キャラクターにワクワクの見つけること可能ですとかってなるか、もしくはずっとつけられないで運枠は1とか2としかしか入れられないで、ガチャゲンを2体しか入れられないみたいな状態、ガチャゲン2体と運枠2体みたいなバランスでしか絶対クリアできない調整になってくる気がします、僕は。なので今のうちにね、ワクワクの厳選、この新しく重心化されたモンスターたちはですね、あの厳選に厳選を重ねた方がいいかもしれないです。あのマルチで周回するグループとか多分あると思うので、80万ってことは弱点当たってれば200万近くはいくのかな、多分200万近くいくのかな、どうなんだ。あ、みんな弱点に当てられないですね。まあしょうがないですね。多分200万超えるのかな。うん。強いですね。はい。もう何も困ることなかったですね。一切困ることなかった。あざす。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい。っていうのはちょっとね、あの重心化が実装されたことによってのこの先々起こり得る、あー特急でなかった。起こり得るであろうというそのモンストの見解ですね。僕なりの考えですけども、多分そういう風な状況になってくるんじゃないでしょうかなと思います。まあちょっと喋りきれなかったんですけど、もっと喋りたいこといっぱいあるんですけど、ちょっとワクワクの神殿やりながらのベラベラベラだったので、ちょっとこれで終わりたいと思います。ちなみに選択なんですけども、これこう、あこれ1個欲しいなとかって思った場合、こういう風にするんではないらしいんですよね。ここにこれをつけたいってやっちゃうと、これで照明削り1球1個になっちゃいます。なのであのつけたい身を2個選択するので、まあ、例えばこうですね。で激しあれ、あ違う、どうしようかな、まあいいや、何でもいいや、こういう感じですね。こういう感じで2個ちゃんと選択してこの力にする。でこれをしないと2個つかないですね。皆さん気をつけてください。空いてるところにこれ1個入れるとかってやっちゃうと、あのその身が消え去る可能性があるので、それで多分ですね、あのシロワくんとギコちゃんがそれの被害に遭ってて、今ツイッターでわーって言ってますね。はい。僕はそれを起きた後に、あ気をつけようと思ったんで、まあセーフですね。彼らのおかげで助かりました私は。はい。以上が、僕の今回のワクワクの実重心化が実装されたことによっての起こりうる未来とプラスゴッドストライクの、使用、試運転ですねっていう感じです。はい、ご視聴いただき誠にありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。